二人にはその後ろにあるダンボールハウスで24時間生活にチャレンジしてもらいます。はい。ただし兄弟対決でもあります。その部屋から先に出てしまった方が勝ちです。あれだね、24時間二段ベッド生活。そうです、そういう感じです。じゃあまたトイレとかご飯は羊呼んだら来てくれるの？今回は、羊は来ません。どうすんの？どうやろう？こんな感じやもん。全部自分でやってもらいます。はい、どうすればいいの？じゃあダメなのね。はい、じゃあこれからそのルールを説明します。はい。デデン、デデンデン、また謎のルーレットか。そうです。なんでこの時間しか書いてないやつ。デデン、見てください。はいはい、このルーレットに何が書いてありますか？もう一回回す。15分、1時間、1時間、15分、3時間、30分、もう一回。これ何だと思いますか？出てもいい時間？そうです。これでボーナスタイムを決めてもらいます。おお、24時間なのに出てもいいのか。ちょっとそう、このこれで出た結果の時間だけは、このダンボールハウスの外でも好きなことやっていいです。秘密基地の中で暮らしてみたいなって思ったことがある人、グッドボタン押してね。チャンネル登録もしてね。はい、それじゃあリンタン、心の準備はいいですか？あれ、15分多くない？気づいた？15分も15分確率高いです。やだ。さあ、運が試されます。いいの、チーム。はい、それではいきますよ。3、2、1。はい、じゃあ次カノちゃんの番です。はい、はい、それじゃあ心の準備いいですか？はい、3、2、1、GO。 さあ、2人のボーナスタイムも決まったところで、はい、早速、チャレンジを始めたいと思いますが、はい、この秘密基地の中に、持ってきたいもの、家から探していきましょう。イエーイ、イエーイ。ボーナスタイム使わなくていいです。制限時間5分以内に探してきてください。はい、それではいきますよ。よーい、スタート。はい、5分終了です。はい、2人とも準備してきましたか？はい、はい。それじゃあ持ってきたものを、じゃあリンタンから紹介してもらおうかな。まずはレゴ、はい、お人形と、ドール、ガイダブ、あとこれご飯とかお菓子と、食料班を探す本2つと、時計と、パズルのお人形と、お布団。布団、はい、以上です。以上。これはあのティッシュ箱、ここに裏、その中には色鉛筆、筆箱に透明から見える時計、裏ですね。ティッシュセットですね。これティッシュがあるの？そう、すごい。ティッシュかかって出せるようになっている、夜中の勉強ライト、はい、次にパズル、私の最近もらった大切な図鑑。ああ、いいですね。このノンタイと同じだ。中にはこのお絵かき帳と砂時計のこう時計と光る太いなんとかこう、ね、パキパキってやる2つあるそれ、はい、と濡らせるティッシュ、はい、とこれ、違う、ミニお布団、はい、枕2つ、準備が整ったところで、はい、じゃあ全部運び込んでセッティングしてください。ピーキリン、スタート。スタート。準備完了、完了。はい、そしたらじゃあちょっとまず中がどうなったのかをちょっと見せてもらおうかな。リンタの部屋かな。わかりました、こっちがリンタの部屋ね。はい、はい、ちょっとクッションルームだね、ここは。うん、じゃあまず一つの、ババーン、いい遊んでるね。うん、いいね。ここに入れて。はい、次、かのちゃんの部屋行きます。はい、おー、ででーん。はい、かのちゃんの部屋なんかこんな感じです。リンタンと真逆です。あ、なんかすごい、あ、快適スペース作ってるな。机がしっかりあって、あ、いいね。うん、落ち着くね、なんか。わかりました。で、じゃあちょっと真ん中の
2人のリビングルーム、はい、共用スペースだね、ここね、はい、ここがどうなってるかというと、デレデレデレ、はい、リンちゃん来てます。あ、ここもいい。ここでレゴで遊ぶと、めちゃくちゃいいじゃん、ここ準備がバッチリ整ったようなので、はい、改めて、はい、24時間ダンボール生活スタート。スタート。あ、そうだ、言い忘れてた。もしボーナスタイムを、ちょっとこれ蚊の頭蚊の、ちょっと出たいんだけど、ここ出ません。いや、まあ、ちょっと聞いて、はい、聞いて、はい、もし、うん、それとも聞いてくれる、うん、聞いてる、ボーナスタイムを使いたくなったら、はい、ここの、このドアを開けてください。今度は開けると、あ、ここにこれチンチンあるでしょ、それを押したらボーナスタイム使うっていう合図にします。はーい、まず使ってもいい？え、もう使う？うん、痛い、1回だけ。え、もったいないけど、カノン60分しかないんだよ。ちょっとね、2分1分ぐらい使う。あ、そう。じゃあ、はい、チンって押したところから、パパもこれ、タイマー起動しますからね。はい、はい、それではボーナスタイム使用します。せーの、開始。さあ、何をするんだ、カノン。抜けて。何するの？始まったばっかりでいきなり使ってるけど、たぶんあれだ。いいよ、猫ちゃん。マジか、またか。うん、また連れてくんのか。見たらわかりますよ。重いよ。あ、やっぱり。ちゃんとちょうだい、カノン。ダメ。じゃあチン押してください。え、早く押して。何？お願い、リッタ押して。どこ？ダメです、自分で押してください。わかった。50秒。はい、ストップ。開けんな。開けんな。じゃあリッタ、せっかく連れてきたのに速攻脱出ですね。書き換えておきます。なんてこった。仲良くしてくださいね。ね、リッタ、喧嘩なしですよ。ね、私がそろそろボーナスタイム持ってきたんだよ。リンちゃん、それとも、はい、お、ちゃんと、お、ダンボール生活。ちょっとそういう大きい音嫌いだから。はい、やってますね。はい、そろそろお腹減ってきたんだね。うん、うん、ご飯食べる。うん、ご飯食べる。でもどうすればいいの、私出れないよ。ご飯はパパが買いに行ってあげます。優しいでしょ。じゃあちょっと今からパパね、スーパーに行ってきますが、ジェスチャー出してください。ジェスチャー、あ、ジェスチャーわかる？うん、あれでしょ、なんだっけ、言葉で言わないで体で教える。そうです。それで何を食べたいかをパパに動画で送ってください。まあ当然ながら、2人が食べたいものをパパが絶対買ってくるとは限りません。それが嫌だったらしっかりとジェスチャーしてください。はい、はい、じゃあパパ行ってくるから、2人で動画撮って送ってくださいね。はい、行ってきます。いらっしゃい。はい、ということで、カノンとリンタのご飯を買いに来ました。さっき動画が届いてたみたいなので、早速どんなジェスチャーを送ってきてるのか確認したいと思います。よ、まずはリンタ。リンタ、うん、はい、おあ、上手上手。これは分かりやすいですね。3本。それから、あー、わかりやすい。上手だね、リンちゃん。はいはい。うん。これ2個。なるほど。わかりました。リンタロウくんのはわかりましたよ、これ。そしたら、次が、か、あれ、かの2つ来てるな。なんだろう、これ。ん？切ってる。あー、なるほど、なるほど。はいはいはい。1個目はこれで、これ2つ目があるのか。次これ。
れ、りんたろと同じかな。ごほん、どういうこっちゃこれ。なるほど、なんとなく分かった気がするので今から買いに行ってきます。かんちゃん、りんた、はい、大変お待たせしました。はい、はい、さあ、お昼ご飯の用意ができましたよ。はい、はい、はい、今もう外に用意してあるので、ちゃんと2人が欲しかったやつかどうかを確認してみてください。ちょっと待って、1個ね、注意事項があります。当然、ご飯はこのダンボールハウスの外で食べるので、ボーナスタイムを使ってくれます。あんまりタラタラ食べてるとゲームオーバーになっちゃうから気をつけてください。はい、はい、それでは、出てきてください。はい、さてと、2人が食べたかったのはこれで合ってますか。答え合わせすると、うん、リンタンは焼き鳥3本とおにぎり2個、うん、ぶどうはパパからのプレゼントです。おまけ、おまけ、合ってる、合ってる。そしてカノンちゃん、はい、カノンちゃんは1個目のピザで合ってる。はい、合ってる、合ってる。ピザ、そうです、ピザ買ってきました。はい、次面白いやろ。つかない、ご当たってる。うん、そう、こうやって棒で丸いのが刺さってる。一瞬リンダと同じ焼き鳥かと思ったけど、確かカノはつくねが好きだっていうのを思い出したので、全部つくね買ってきました。やどう、はい、いただきます。まあ、ただ、あんまり慌てて喉に詰まらせないように気をつけて食べてください。大丈夫です。はい、さて、そろそろ10分過ぎましたね。二人ともお食事は進んでいますか。リンダロ、でもやっと焼き鳥が食べ終わって、さすがにちょっとかわいそうかな。だって5本食べ終わったから。早いな、5本食べたの。さて、お昼ご飯が終わってからちょっと経つんですが、なんか静かだね。カノニータンいる？ちょっと、お寝てんなんてレッチャまでいんの。レッチャいつの間に入ったの。寝てる。そろそろ起きて、もう夕方になったけど。本当だ、暗いよ、もう外。あ、レイちゃんいるじゃん。一緒に寝てたの、レイちゃん。友達、暗くなってきたら、なんかさらにいい感じになったんじゃないの。いい感じ。そういえばさ、この後何すればいいの。え、この後、うん、この後は、まだ夕飯まで時間あるから、それまでは好きに過ごしてください。やった。じゃあ、リンタンさ、スイッチとかやってたよな。うん、スイッチ埋まってきてないの。うん、でもやりたい。分かった、うん、じゃあボーナスタイム使えばいいんだよ。分かった、ね、まあそれならいいよ。ボーナスタイムの間だけだったら、このお部屋から外出て遊ぶのがいいよ。だってちょっと待ってろ、ちょっと待って。まさかそんなのにボーナスタイム使っちゃうの。本当に、リンタン、あとだって19分しかないんだよ。出た方がいい。でもやるの。やる。そんなにやりたいの。やる。スイッチ持ってくるね。スイッチ、あ、だからちょっとタイマー測るからちょっと待ってくれ。はい、スイッチ。くれぐれもボーナスタイム中だってこと忘れないでくださいよ。はい。あれ、リンタン、ちゃんと時間気にしてる？リンタン、リンタロ君、時間気にしてますか？何分だよ。ちょ、気にしてないで忘れてたんでしょ。うん、ああ、リンタン、ゲームオーバー。カノの勝ち、カノの勝ちです。